アーティストフラッシュ、今夜も初芝隆がお送りします。まずはこの曲を聴いてください。初芝隆で10年愛。教室あなたを誘って初めて手をつないだ道、あの頃の二人が描いていたのは終わりのない未来、大人になってすれ違う日もあって、信じ合いたくて喧嘩もした、なんとかなるよって強がってみてもどうしようもなかった。改めましてこんばんは、初芝隆です。初芝隆、都内を中心に活動しているシンガーソングライターですが、今全国ツアー中で、北海道、そして次は福岡、金沢、東京とツアーが続いております。お送りしている曲は10年愛ですが、この曲はですね、僕の友人をもとに作った曲なんですが、10年間の恋愛をテーマにして書いた曲です。大切な思い出と、そしてどんなね、辛い別れでも無駄な出会いなんて一つもなかったよって、そういう思いが入っております。この曲がたくさんの人に届いていただけたら嬉しいと思います。そして初芝隆、札幌でもどんどん、ライブをして、活動の場を広げていきたいと思います。またどこかでお会いできたら嬉しいと思います。初芝隆の情報は初芝隆.jp でチェックできます。それではまたどこかでお会いしましょう。初芝隆でした。